はい、どうも、健太店長でございます。るございまするね。はい、でですね、まあちょっとドキュン系の話をしてくれというリクエストがね、結構あるのでね、まあ生放送中もドキュン系の話してくれしてくれよっていう、ね、黒永さんだっけ、よく言われててね、しきりに言われてたので、まあちょっとしようかなと思います。せっかくなんで。最近してなかったもんね。もうドキュン系 YouTuber やめたいんよ。もう、イメージ悪いからさ。うん。で、今日はね、どういう話にしたいかというとですね、まあ、例えばですね、地元で有名な、例えば暴走族に入りました。地元で有名なヤンキーグループに入りました。ね。地元で有名なグレン隊に入りました。そういった時にですね、まあ、陥りやすい、ある種のパターンがあるんですけども、俺はもう天下取ったと、この辺で怖いものはねえぜって、なった時にですね、調子に乗りすぎてしまう方がおるんですね。うん、いっぱい見てきましたね。例えば地元で有名なね、暴走族が入りましたと。でチームの名を出しまくってですね、例えば一般人、仇の人をね、おい、ふざけんじゃねえぞ、この野郎みたいな感じで。おい、例えばね、例えばなんか、暴走族なんだろうな、じゃあ、なんだろう、アンダギー、サンダギーとかね、まあそんな感じの名前の暴走族があるとするじゃないですか。ね、おい、ふざけんなよ、この野郎つって、おい、俺、アンダギー、サンダギーだぞ、この野郎って、俺と喧嘩すんのか、おい。お前、アンダギー、サンダギーと喧嘩することなんぞ、それ、みたいな。おい、どうすんだ、この野郎みたいな感じで、調子乗るやついるんですよね。チームの名前をやたら出して、自分では喧嘩するつもりさほどないんだけど、自分のチームの名前を出して相手をビビらせるみたいなね、感じの人がね、結構おるんですよね。うん。多いでしょ、そういうの。例えば、俺ヤクザだぞ、みたいなね。うん、とかさ、おい、てめえ、ヤクザと喧嘩すんのがおい、みたいなこと言ってくれとかいるじゃないですか、実際に、結構。うん、俺何々連合やぞ、とかさ。そう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 。なんだろうね。自分っていうブランドで勝負しないで、自分のチームの後ろ盾で勝負しようとするやついっぱいね、おるでしょう。そういうパターンに陥る方は結構いるじゃないですか。あれね、非常に危険なんですね。まあ、ダサいしね。まずダサいし、まず第一にダサいし、そしてすごく危険なんですね。まあ、地元にもいたんですよね、そういうね。組の息子でね。うん、ね、いたんですよ、まあ。プラスね、ちょっと僕がね、一番身近で見た方がですね、まあそのギャング時代にですね、やっぱり派閥っていうかね、まあ小集団、そのなんだろう、ギャングっていう一くくりの大きい組織であれば、小集団がやっぱできるわけですよ。仲いいグループっていうか、なんていうかな、派閥、まあ会社でいう派閥ですよ。あるじゃないですか、必ず。小集団ね、何個かできるじゃないですか、必ずね。うん、一つのね、大きい組織がね、完全に一つの一枚岩となってやってるってとこ、なかなか珍しいし、あんまりないと思うんですよね。うん、やっぱり小集団がね、ポツポツできるわけですね。その中で、例えば上の方で幹部が3人、4人いるとしたらさ、その、なんか、なんだろう。何々空派閥、何々空派閥、何々空派閥みたいな感じで、やっぱり出来上がるわけですよ。で、僕が入ってたそのギャングも例外ではなくて、やっぱりその派閥があったわけですね。まあ、特にね、やっぱうちの地元はまとまりがないので、うん。もともとまとまりがなかったんだけども、その中でもやっぱり小集団ができてですね、頭が一人いて、その下っていうかまあ、その頭の横に面倒見役みたいな幹部が一人いまして、こいつがすげえやばいやつだったんだけども、まあ頭もすげえやばい人だったんだけど、で、その面倒見役、プラス、まあ、位置づけ的にはちょっと下なんかもしれないけども、まあ、同じようなランクの方が何人かいたんですね。うん。で、その面倒見役の人がね、どちらかというと、横のつながりを求める方だったんですね。結構その海外のギャングスタイルの、俺たちはファミリーだからみたいなね。ファミリーに盾もね、ないでしょみたいな。上も下もねえだろみたいな。ファミリーはファミリーで横のつながりだろみたいな感じがこの面倒見役だったんですよね。まあ、すげえ悪いやつだったけども、この考えには俺は賛同はできた。で、俺がよく、いや、何々さんって言ったけど、お前、さん付けなんていらねえよみたいな感じ。ファミリーだろ、おめえら。なあ、俺とお前ファミリーじゃねえのかよ、みたいな。なんでさん付けなんて、もう敬語とか使わなくていいからよ、みたいな感じの人だったんですね。すげえ怖かったけどね。うん。差し傷だらけでさ。俺は結構好きだったの。うん。で、もう一人、幹部と同等ぐらいの人、まあ、この人、ちょっと、まあ、T さんと言っておきましょうね。
T さん、T 君ね、T 君っていう方がいました。T 君、T さんだな、都市的に。俺が18ぐらいの時にもう23歳ぐらいか、もう少しだったかな、ぐらいだと結構まあ、年は離れてた。もっと上だったかな、忘れちゃった。そうそうそう。この人はね、バリバリの縦の、縦社会で生きてきた、もう、要は暴走族とか、そういう方で生きてきた人間だったから、もうバリバリの縦社会、もう、あの体育会系な感じ、体育会系っていうか、もう縦社会ですよ。もう、下、もう、下は下。上は上で、もうほんとバリバリの縦社会系のね、もう縦のつながりを、なんだろう、重んじるっていうか、主張する方だったんですね、T さんは。で、まあそこでやっぱ派閥が分かれてたわけですね。T さん派閥と、その、横のつながりを求める、その面倒見役のね、派閥、まあ、派閥っていうか、まあ、どっちに従ってるかっていう話だったんだけど、俺は結構そのね、縦社会のその方の縦のつながりの方の人と一緒におることが多かったんですよ。その横のつながりの人の方が俺は考えとしてはすごい同調っていうか、あの、あ、賛同はしてたんですけども、まあその縦の方のつながりの方とね、おることが多くて、まあちょいちょいやっぱあったんですね。おめえどっち派なんだよ結局よみたいな感じで、その T さんからよく言われてたわけですよ。いや俺どっち派とかないっすよみたいな、別に、うん、痛い方とおるだけっすからつって、いやお前どっち派だよ結局、あいつのとこつくのかよみたいな、じゃあ俺とあいつがもし分家っていうか、なんかその別れとしたらね、お前どっちつくんだよって言うから、いやいや俺はどっちつくんだろうな、まあ、どっちとかないっすよねつって、でも嫌いじゃなかった、どっちも。俺は縦のつながりを求める方も横のつながりを求める方も嫌いじゃなかったですね。でその縦のつながりを求める T さんの方がですね、結構なもう本当にもう典型的なチンピラタイプで、もう一般人だろうが何だろうが、もうとにかく構わず絡みまくる。そう。で、好みの、例えばカップルがいて、好みの片っぽが女の子を連れてる。片っぽなんていうのかな？カップルがいて、その女の子がその T さんの好みだとするじゃないですか。そうすると、そのカップルにガンガン絡んでいくんですよ。わーいみたいな感じで。何？電話？あー！あ、Cメールだ。そう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 。会社会社。だってガンガン絡んでいったりとかして、俺もすごい嫌だったの。もうめんどくせえなこいつと思って、そういうとこがね。悪いやつじゃなかったんですけどね、その縦のつながりをやっぱり、重んじる方だから、まあ兄貴派だっていうか、結構俺は嫌いじゃなかったんですよ、結構。二血、チャリとか二血しててさ、前とか運転してくれてさ、おいてめえ、なんで俺に運転させてんだよ、この野郎っていうか、よすみません変わりますかって言うと、いいやみたいな感じ。ちょっと俺結構、口は悪いけど、ちょっとなんかそんなぶっきらぼうだけど、俺は結構好きなタイプだったんですね。逆にその横のつながりを求めてる人はもう、なんか、なんだろうな、読めない感じで怖かったね。でまあまあそんな感じで結構絡んだりとかしてね。でその時にね、その人の悪い癖なんだけど、名前を出すんですよ、チームの名前をね。俺はお前、まあ、チームの名前出したくないからどうしようか。じゃ あアンダギーサンダギーにしとこうか。おいてめえ、なんだこの野郎、お前かわいい女連れてやみたいな、あお前こんな男やめとけやみたいな、でなんすかみたいな感じで、なんすかじゃねえ、これ俺はアンダギーサンダギーだぞ、あいてめえ。さだ、逆らうのかもアンダギーサンダギーみたいな。ダギーサンダギーってなんだ。サーターアンダギーのちょっと改良版なんですけど、どうすか、かっこいいですよね。アンダギーサンダギー。俺が考えたんです。まあそんな感じでチームの名をね、出しまくってたんですよね。喧嘩するときも、女ランパするときも、ね。俺アンダギーサンダギーの、あれなんだ、何T なんだけど、みたいなね。俺となんかするとでかい顔できるよみたいな感じで、まあ、とにかくね、自分チームの名を語りまくってたわけよ、 T さんはね。そうで、まあ俺が結局そのギャングをバックれて、何ヶ月か何年後かにそのメンバーの後輩に会った時にね、話聞いたら、そういえば T 追放されちゃったよっつって、追放つって、何追放、どうしたのっつったら、だからもうこの町におれんくなったっつって、どうしてって言ったら、いやほら名前語りまくっとったやろって言って、ああそうだねっつって、ことにね、なんかもう断るごとに名前言っとったなって、サンダギーアンダギーで、アンダギーサンダギーってなんですよ。それでやっぱりそのね、まあ、面倒見せた人も、まあその人もT なんだけども、 T 君がもうそれでっつって、まあ、T 君っていうか、まあ、上もみんなそうなんだけどっつって、もうあいつはダメだっつって、チームの格が落ちるからっつって、あいつ結局追放されて、もう地元に戻されちゃったよって。それどうなったん、地元に戻されたっつって、結構その時話やばかったっす。俺はその時おらんかったから詳しくは知らんけども、まあやばかったらしいね。だこういう風に結局ね、しっぺ返しが来るわけですね。自分に
語りまくると、うん、やっぱだからねチームの名前なんかで語らずに、逆にチームの名前出して喧嘩とかするとめんどくさいよ多分、うん、だからやめた方がいいと思うよね、うん、後々めんどくさいからね。だからもう喧嘩するんだったらもう自己責任で一番やるのが多分一番いいんじゃないですかね。もちろんチームでいるときにね、逆に喧嘩を売ってきたんだったらそれはもうチームの問題なんであれだけど、一人で喧嘩するときは多分チームの名前出さない方がいいですね。うん、あと前よくいたのがね、何々くん俺知ってんだよみたいなね。知らねえよそんなのこれね、スカウトやってる時もあったよ俺は。うん、スカウト、あ、まあ女の子だったけどね、こうやってこっちがスカウトするわけじゃないですかね。それとまあうぜえからみたいな感じで、やっぱり結構ガツガツ来る女の子いるんですよ。うぜえんで、お前どこのスカウトだよみたいな。あ、別にどこのスカウトだっていいだろうが、別に関係ねえだろうがみたいな。向きはやる気ねえんだろ、やる気ねえで言っていいよ、そら。はぁ、お前どこのスカウトだよ、名前言えよみたいな感じさ、言う生意気な女がいるんだほんと。いや、どこのスカウトだっていいだろ、別にそんな、お前に関係ねえだろうかって話になって、いや関係なくねえからつって、何が関係なくねえんだよつって、いやいやいや、もう不愉快なんだよおめえらみたいなスカウトって言うから、あ、じゃあそれで結構だからもういいよ、じゃあ悪かったねつって、いや悪かったじゃん、どこのスカウトだよおめえみたいな、どこだっていいだろ、どこどこだよつったら、ああ、何々って私の、この辺仕切ってるヤクザ知ってっからさ、みたいな女。はぁ、あ、はぁ、あ、知らねえよ、そんなの。知らねえよ。お前そのヤクザかよ、っていうね。彼氏だから大人が何だか知ってるだか知らないけど、それ名前出すのやめえよ、それ、と思って、ほんと。だから、面倒見せたっていうか、そこら辺にいてる幹部がさ、どうしたのっていうか、揉めてんのっていうか、なんだか、何々っていう人、ヤクザの名前知ってるんですけどみたいな感じでこの子言っていくんだよねつって、誰って女が、だから誰ないだよ、聞いてみ、知ってんだろみたいな、多分あんたの会社の代表がなんかに聞いてみって言うから、ああ知ってるよ、あの人俺の先輩だからみたいな感じで幹部が言ってくるんでさ、あ、女の子黙って言っちゃったけど、名前出すなっていちいち自分の名前で喧嘩する、まあ女の喧嘩とかせんくていいけども、自分のなんかブランドでやっていけばって思うけどね、人の名前とかさ、俺何々くん知ってんだよとか、だからどうしたんだよ、一番それダッセーってことに気がつけよ、ブランドで喧嘩するのはやめた方がいいよね、うん、特にさっきも入ったけど、そのチームの名前で喧嘩するとね、最終的に一番上の方が怒り出してね、チームの格が下がるっつってね、追放されちゃったりとか、そういうのもあるよ、リンチに夜勤に早く本当に死んじゃう、うん、からやめた方がいいっすよ、うん、まあそんな感じでですね、これからもしチームに入るような予定がある方いましたら、まあ入ったからってね、調子に乗ってチームの名前バカスか言ってるとすごいもうドツボにハマっていきますから、非常にめんどくさいですからね、やめた方がいいっすよ本当に。注意喚起の動画でした。はい、じゃあ僕今日タトゥーなんでタトゥー掘っていきます。もうこの胸ともおさらばです。もうこれ見れるの最後だから、今日。もうここ、もう多分全体入れるんで、もう。これも最後っすよ、これ。見ておいてください。見納めですから、このおっぱい。名残惜しいやね。はい、ケンタ店長でした。